春水のハローニューワールド始まるよ。もう一度歌う理由を見つけた Beautiful Life。 神様が未来にくれたトレジャー Beautiful Life。 感謝を与えないだから歌いたい Beautiful Life My ちっぽけな自分に来て遅れ気味で入っていきます。時刻は午後10時半を回りました。春水のハローニューワールドの時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。元気ですか。皆さん元気ですよ。さあこの番組は僕シンガーソングライター春水と気の合う仲間が日常の些細なことやライフワークである音楽について好き勝手に語り合い、時に歌い、基本ふざけると、そういう番組となっております。少し僕の自己紹介をします。沖縄を中心にシンガーソングライターとして活動しています春水です。岐阜県出身で沖縄に移り住み今5年目になります。沖縄の海が大好きで、しょっちゅうサーフィンに行ってます。はい、こんな僕ですが中3でギターを弾き始め、音楽を志して十数年歌を通して自分自身、仲間や友達、そして世界がハッピーになれるとそう信じて歌い続けています。今月はですね、5月29日バンターハウスさん、そして5月20日、ちょっと前後しましたが、ラクロビキッチンさん、そして7月9日ワンマンライブが決まっております。お時間ありましたらぜひそちらもお付き合いください。さあということで始まりました春水のハローニューワールド、今回が記念すべき第15回目となっております。15日で15回目だね、すいません。はい、ということで第15回目のゲストを紹介したいと思います。記念すべき第15回目のゲストはこの方です。どうぞ。はいさーい。はいさーい。はいさーい。スターです。やっほー、またツースターだよー。またかよみたいな。まただよまただよってなって、またって、自分たちで言っちゃうから。私あのまたかって言われる前にまただよって言って先取りだ。逆に夏を先取り、逆に言ってやるタイプですか。言ってやるタイプだね。出だしからごちゃって、いいね、ごちゃってる感じですよ、マジで。はい、今日ね、ゲストのツースさんのツースさんの2人と楽しくお話ししていきます。はい、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、ここでお知らせです。今回もね、前回に引き続き収録放送です。なので今日いただいたメッセージは残念ながら読めないんですね。なのでいただいたメッセージですね、次回の生放送5月22日に読ませていただきますので、僕春水やツースターにコメント、質問とメッセージお待ちしております。ではメールアドレスを言います。761@fmkoza.jp。 もう一回いきます。761@fmkoza.jp です。皆様からの温かいメッセージお待ちしています。それではここで一曲、春水でサボテン。娘が飼ったサボテンを倒した。母はサボテン買いに走った。そこで出会った花屋の兄ちゃんがこの物語の主役さ。お母さんが紡いだ二人の子の出会い、一つの植物で繋がった未来。藤枝駅南口、初めてお前と目が合った場所。
前の居酒屋のっけから俺は下ネタ全開前はドン引きだったってねこの人笑いなんて思ったってね二人馴染んだその瞬間は今じゃ思い出すことできないけど純粋のセカンドシングルからサボテンでした。 CM の後ゲストのツースターさんとお話ししていきます。チャンネルはこのまま CM です。茶壇のおしゃれなアジアンダイニングアダニー、広々として落ち着いた店内はデートや女子会に最適。シェフこだわりのインドカレーとアジアンテイストの料理でおもてなし、楽しいひとときをどうぞ。 098-923-1958アジアンダイニングアダニー。住宅防音のことならインストール沖縄、門、フェンス、カーポート、テラスなど、エクステリアならインストール沖縄、あなたの心にインストール。 098-929-1661 株式会社インストール沖縄。創業50年を超えました。県内唯一新体操用品取扱店、各種スポーツユニフォーム、オリジナル T シャツ、イメージ形にコンさんがお手伝いします。 937-2007 中央パークアベニュー入り口 BC スポーツ店。お送りしているこの番組は春水のハローニューワールドです。お相手はシンガーソングライターの春水とゲストのツースターだよ。またツースターです。まあ、またってそりゃそうでしょ、はい、ね、いきなりゲスト変わっちゃう、はい、まずいよそれ。変わる可能性はありますね。、はい、今日ねツースターのお二人とお届けしています。じゃあですね、あの例のコーナー、二人がもう待ちに待ってる、はい、待ち望んでるコーナー行っちゃいたいと思いますよ。はい、題して僕は胸フェチ、あなたは何フェチのコーナー。プー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 、あのいつも話しているあの春水のおっぱい雑学の時間なんですけど、すいません今日ちょっとねネタをあの仕入れてくるのをあの忘れてしまって、あの個人的な僕 の, あの好みの話をちょっとだけして、あの2人にちょっとフェチについて語ってもらおうと思うんですけど、僕はねあのあれなんですよね、あちょっとまずいな、えぐい感じになっちゃうえぐい感じになっちゃうから、また来週にしておきます。はい、ということで2人ね、フェチ皆さん気になると思うんですよ。ツイスターのこんないい子たちがどんなフェチがあるのかと気になってると思うんですよ。やばいっす ね暴露会です、ね、じゃあフェチルーレット、ダイソーで買ってきたフェチルーレット回していきたいと思うんですけど、ダイソー一応ね4つあるんですよこれ。あの今日見れないと思うんで、はい、言ってみますと音楽、ハテナ、これゲストの人に決めてもらうんですね、はいはい、食べ物、
ちっちゃく沖縄、あと恋愛と、一応これがあるんですけど、あの行ってみたいと思います。ルーレット、ルーレットスタート。ててててててて、ストップ行って。てて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 て、ストップ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 。ちょっとまだストップ、まだ行ってなかったんが、てて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 て、ストップ。ててーん。恋愛です。やばい。恋と愛って書いて恋愛と読む。恋と愛って書いてね、そうだよ。はい。普通だな。それだよ。名言、名言出た今。ありがとうございます。はい。では今日は恋愛についてこだわり、またフェチ。まあ、女性に関してフェチ だったり、なんかこうこだわりについて聞いてみようと思うんですけど、スーさんの2人は何か恋愛についてこだわりだったりなんかあるんですか？でもいいし、フェチも恋愛フェチ突っ込んで、恋愛フェチ恋愛フェチ、足フェチです、ね、足、おお、自分マジでなんか足綺麗な人が綺麗って言っても、うんうん、なんていうんですか、うん、細すぎ、なんかこれ大丈夫俺大丈夫だよ10時半だからそう、うん、大丈夫です。え、キリンみたいなやつ、あん、キリンじゃないな、キリンじゃないか、じゃあどういうの、動物で例えるんですか。いやちょっと難しいな、ちょっときつい、きつい、ちょっとむずいむずい、ニワトリぐらい、ニワトリ、ニワトリね、だいぶちょっと硬そうな感じですね。なんだろうね、ちょっと丸、うん、なあの、うん、太いじゃないですよ、うん、ちょっとプリントしながらもシュッとしてる感じ、ちょっと難しいんですけど、シュープリンの、シュープリンの、あの、ふくろはぎからのこの太ももにかけるこのプリンってしてる感じが好きなの。シュリンプ、シュリンプめっちゃちょっとフェチ出してきたね。難しいでしょ、あの難しいでしょ、伝わりきれないですね、これ。いや大丈夫だよ、分かる人には多分分かる人には分かる、3名しか分からないですよ、ね、男性諸君は細いのが好きなんだけど、その中にもちょっとプリンとしてるのがあってほしい、うん、そのプルにエロさを感じるの俺はね、うん、絶対分かる人いると思うよ。いや多分分かる人いると思う、本当、全然聞かないだけど分かんないや、シュータが あれですって言ったら、 あれかってなると思うよ、ね、てって刺したのが動物だったら面白いですね。ニワトリとか、ニワトリラクダ、チャボ、チャボ絶対角張ってるな。ワキーはなんかあるよ、え、僕ううフェチ、まあ、僕も、うん、まあ、僕はあの、うん、お尻好きなんですけど、お尻好きなの。なんか攻めたね、攻めたね、うんうん、いや僕はお尻好きなんですよ、お尻が好きなの、はいはいはい、うん、なんですかね、でも僕、うん、あの細い人のお尻ちょっと苦手で、おー、そうなんだ、うん、ちょっとやっぱ、うん、僕もプリンってしたお尻の方が好きなんですよね。マジで、でもプリンって言ってもブラジリアンはちょっときついです、うん、あ、マジで、ブラジリアンちょっとあのプリンしすぎ、もうあれはブリンって感じなので、待って、僕にはまだ早いですね。何やそれ。多分 4,50 ぐらいにならないと多分分からないです、あの良さは。あ、レベルが僕まだ20代なので、まだちょっとプリンぐらいがプリンぐらいがいいな、プリン、うん、で、なんかちょっと本当にこれ大丈夫かな、大丈夫、時間的に大丈夫なんですかね、大丈夫大丈夫大丈夫、僕あのスカートとかよりも、うん、何ですかね、このピチピチのジーパン分かります？レギンス、レギンスです、じゃなくて、なんであの普通のジーパン、みんな、みんな女の人がつける、なんかスキニーのパンツみたいな、なんかピチピチのやつがあるじゃないですか、うん、僕あれが好きなんですよね、すごい。いや今ね、あれが好きなんですよねって言ったマッキーの顔が本当に好きそうな。そういうの大好きです。本当ですか、ありがとうございます。大好きです、ありがとうございます。大好物で、まあ、本当にもうなんですかね、僕やばいです、大丈夫ですかね。大丈夫です、大丈夫です。俺も超オッパ好きだから、あ、俺です、超見てるからマジで、本当に。そう、なんかすごい、え、気にしてます、いつも。なんで？トッサキ。トッサキ。少ないです、少ないです。これダメです。本当にダメです。ダメ？もうダメです。ダメ？ダメです。ダメです。トッサキとか。トッサキで方言か。いやいやいや、ダメです。ダメだ。これはダメなの。これダメです。先っちょって指ですって言うな。先っちょ？はい。ああ、それは気になるよね。気になりますけどね。これは。うん。もうだいぶ行ったけどね、今。これさ、あのまだこの放送聞いたことない人もいるかもしれないので、ちょっと話しておくと、はい、あのおっぱいを1日10分見てるのは男性にとってジムに行くよりも、あの1日10分見るだけで健康効果が半端ないらしい。本当ですか？マジマジマジ、これ俺のおっぱい雑学で前出したんだけど、お相撲さんでもバサっちゃったらまずいと思った。女性のじゃない、女性のだと思う、異性のやつですか？そうそうそう、だからあのね、健康のために顔見していいんじゃないかっていう。健康のために見せるんだぐらいな。何言ってるの？自分の欲を正当化するやつですね、これ。そうそう、このためですって言って。ああ、いいですね。すいません、10分、すいません。なんとか正当化できますね。ねえ、なんとか、なんない。なんない。その10分の間で捕まるか捕まらないか。捕まるか捕まらないか。間違いない。間違いないよ。ただの変態だからね。そうだね。ごめんなさい、お尻の話からちょっとずれたけど、はい、お尻が好きなんだね。いや、僕はもう、めっちゃお尻好きっすね。プリンが好きなんだね。うん、
なんかジーパンのお尻が好きです、うん、スカートとか全然興味ないんですよね。僕あのピラって見えるのって全然興味ないんですよ、うん、マジで、はい、なにそこにちょっとロマンを感じる。僕もすごいこのジーパンにお尻がすごいドキドキします。でも分かる気するな。なんかしかもやっぱり運動してる人とかとしてない人ってやっぱあるじゃないですか、うん、あるねあるね。もうそういうのがすごい、うん、運動してる系がいいな。うん、なんかダランって垂れてるよりは。あ、なんそれ。プリンって。プリンってしてるね。間違いない。運動してたんだねって思ったらちょっとドキドキしますね。ドキドキしちゃうんよね。もうじゃあ、このお尻の流れからじゃあ曲紹介いきたいよ。やっそー。そんなに、なんか話したあれでしょ。あのお尻にまつわる曲あるんでしょ。全く天球ってやつ。いやいやいや、そんな曲じゃないです。あれでお尻に天球なんですよ。お尻。お尻に対して天球。みんなのお尻があってくれてありがとう。ありがたいですけど、ありがたいですよ。僕はありがたいですけど、みんなはそうではないでしょう。前回からしたら俺たちキャラ崩れすぎだろ。キャラ崩壊会じゃない。崩壊崩壊やばいだろ。大崩壊だよ。開けてはいけない扉開けたやつですよ。開けてしまった。だいぶよかったよかった。そのまあ時間も時間なのでね。ね、大丈夫です大丈夫です、はい、じゃあちょっと真面目にじゃあね、はい、本当いい曲なので、これこの曲はなので、じゃあ真面目にちょっと、はい、曲紹介、はい、スーさんの2人お願いします。はい、まあ、この曲はですね、ちょっと自分たち去年ね、うん、終わり頃にできたんですけど、うん、本当になんか、まあ、音楽活動やって7年目になってて、うん、まあ、やっぱりすごい始めた頃とかってすごい親とかにもやっぱり反対されたし、うん、すごいねあったんですけど、もう今すごい一番に応援してくれてて、おーすごいね、はい、それめっちゃ嬉しいね、はい、一番嬉しいですよね、本当に嬉しいことで、で、まあね、こうやって活動していく中で自分たちもすごい、うん、目標に立ててることが、うん、どんどんクリアしていく中で、うん、やっぱり改めてこの自分たちのお母さんだったりとかお父さん、うん、兄弟に改めて感謝を伝えたいなと思った時に、うん、できた曲がね、うん、この曲になっております。お尻の話から大丈夫かな、よくこう思ってきたすごいだから面白い、すごい途中途中笑いつかないお尻が浮かんできた、ね、はい、ね、その曲をですね、ぜひ皆さんに聞いて、何かね、自分たち、まあ、自分たちが、うん、親に書いた曲であるんですけど、うん、聞いてくれてるみんなも、うん、改めて何かちょっと親にだったり、うん、兄弟にだったり、うん、なんか感謝の気持ちだったりをちょっとだけでもね、うん、感じてもらえたらなと思って、なんかそれ聞くとなんかいいね、はい、お父さんお母さんにやっぱり応援してもらったっていうのが、うん、またよりこの天球を書くきっかけになったんだね、うん、そうですね、あそれすげえ羨ましいっす、うん、一番の応援者です、ね、そうだよね、やっぱそれ一番だよね、はい、お父さんお母さんがね応援してくれてるのは、うん、では、はい、その噂の天球を、はい、はい、じゃあお願いします、タイトルコール、はい、はい、トゥースターの今年のねタイトル曲なんですけども、皆さんにね、大事な曲お届けしたいと思います。聴いてください。 Thank you。 よっ、
いい曲ですねやっぱりこの曲ね。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、もう一回じゃあ今聴いてもらった曲を紹介してもらっていいですか。はい、まあ、Thank you という楽曲なんですけども、はい、まあ、去年の終わり頃に、はい、あのできてですね、はい、そこから話しちゃう、はい、さっき言ったばっかで大丈夫だったの Thank you でしたぐらいかな。もう間にお尻返ってくるので、あ、ちょい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 あの、まあ、お尻とトンタクト、お尻とトンタクトともにあの喋っていきたいなと思います。はい、ともにね、ともにツーサーで、はい、Thank you という楽曲なんですけどもね、はい、みんなにね、一番今届けたい楽曲なので、歌詞にね注目して聴いてもらいたいなと本当に思ってます。でね、今年はCD もね8月に出しますので、そちら楽しみにしてほしいなと思います、はい、ありがとうございます。しかし、なんかライブとか決まってるのあるんですか。あ、いいんですか告知どうしよう、いやもうだって悩みの種ですね、これ。いやね、悩みの種だよ。すぐ告知したがる。どうするの。いや、なんでもないですか。待て待て、やめなさいよ、そういう流れ。もうどうするの。ちょっと面白い、女性ホルモン出すぎだろ。女性ホルモン出て、あと鼻のピクピクしてたこの30分でいて何があったんだ、弟よ。本当に弟よ。お兄ちゃん心配になるわ。なんか心変えられてさ、危なかった。兄弟でこうやって音楽行くマジ最高だよ。いや、本当羨ましいよ。すいません、もう真面目に音楽をやってるんで。何の話だっけ。真面目に音楽をやってます。ライブライブ、あ、はい、5月21日に僕たち第5回目となりますワンマンライブが、わー、ライブアスマスさんに決定しました、ありがとうございます。僕も行くよ、あ、僕も行くよ、先生も行くよ、みんな来てよ、はい、待ってます待ってます、はい、もうということでね、まあ、今回5回目ということで、はい、はい、もう前回の放送はちょっと大阪から、はいはい、追い風さんという素敵なアーティストが来ますよって言ったんですが、はい、まあ、5回目もね、はい、第1回目から出演していただいている、はい、ダンスグループのオリジナルインテンションも出演が決定しております。マジで楽しみ、本当に。いろんな一応ダンサーグループではあるんですけど、うん、個人個人別々で、うん、ダンスやってるんですよ。でみんなジャンルが違うんですよね、うんうんうん、だけどその日だけはみんなで同じジャンルを踊ったりとかして、うん、なんていうんですかね、一人一人個性が出てて、うん、でみんなクオリティが高すぎてびっくりします。いや、本当に、はい、すごく楽しみだし、うん、なんか毎回ですね、やっぱりただ普通に踊るわけじゃなくて、うん、なんかコンセプトをやっぱり考えてきてくれてるんですよ。で前回もすごいちょっと沖縄チックなところからすごいなんか何ですか、ジャマイカじゃない、ちょっとかっこいい感じのやつも入ってたりとかして、すごいなんか見てるお客さんもなんかこのその場面場面を感じられるというか、本当にイメージがしやすいね。ダンスがすごいだけじゃなくて、この何ですかね、このシーン一つ一つがすごいダンスとね合ってて、なんか自分たちのワンマンライブと一緒の全部トータルでの一緒のステージとして考えてくれてる人たちなんで、もうすごい自分も一緒にやってて楽しいし、メンバーもすごくいい人なので、もし来たら仲良くなってほしいなと思ってます。そこもね、はい、そして新アルバムが、アルバム、はい、アルバムも8月も、はい、8月に、もうこれは自信ありますね、はい、いや、いい曲ですね、本当に、はい、このね、まだね、ちょっとはっきりはしてないんですけど、いろいろ話したいこともあるんですけど、まだこれはもう本当に決定してから皆さんにお伝えしたいと思っているので、だからね、はい、でまたワンマンライブの詳細とかも僕たちのホームページがありまして、はい、数字の2に、大文字で STAR2STAR と検索していただければ、はい、ホームページの方もできますので、そちらの方からぜひぜひ、ね、詳細チェックして遊びに来ていただければなと思います。皆さんチェックよろしくお願いします、はい、お願いしますお願いします。いや、はい、じゃあですね、新水からもライブの告知を少ししていきたいと思います。ですね、今月決まってるのはですね、今日15日ですので、5月の20日ですね、マカビのバクロビキッチンさんでライブします。あと5月の29日那覇のバンターハウスさんでライブをします。でですね、もう一個決まってて、6月の13日にこれはモッツさんでやります。で7月の9日僕もワンマンライブやります。皆さんぜひマジでマジでこの日は本当に来てください。僕も最高のライブにします。
毎回毎回そうだけど本当に特別な夜にしますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。ということで、また終わっちゃったよ。早いですよ、ね、ちょっと早いね。すいません、早くね。だって今日早くあれですよ。なんか一個一個話題があるといつの間にかもう勝手に自分たちの世界入ってしまいますから。入っちゃってるね、本当に。今日は盛り上がったね。そうですね、これ盛り上がったよ、やっぱり。いろんなキャラが出てましたけどね。いいよ、良かったですけど、ね、もうありがとうございます。お尻の話をさせていただいて、いやいや、とんないです。ありがとうございます。出てます。お尻のお兄ちゃんと覚えてもらえれば。絶対覚えないでください。お尻のお兄ちゃんってね、絶対そんなんで覚えない。ファンの皆さん、そういう感じですよ。いやいや、ダメですよ。とっさき大好き。おっぱいとお尻と足ですよ、もう。そしてとっさき、ほぼパーツいって。もうダメダメ、言うな。聞いてくれてみんなありがとう。来週聞いてね。はい、やばい。イエー、明日もし世界が